ンポーン。この動画は再投稿になります。なので、時期がおかしいことになってますが、それでもよければ、よろしくなー。どうもゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ブラックソウル、始めていきます。名前はゲーム名のニックネームを使っていますが、今回は別名でいきます。なんでだぜ。理由は動画の最後に話すよ。初見時は魔術。普段は素早さ重視の盗賊なんだけど、これも名前同様の理由で騎士でいくよ。キャンディーか迷ったけど、使うことの多い万能鍵にするよ。何のためらいのない即答。これがなければ触れることがないから、多少はね。ここで自由に動けて何もできないのって、MGS を思い出します。のんきに思い出ふけてると何か起きてるぞ。行ってしまったぜ。とあるゲームのパロディ要素が含まれてるので、ここで何するのか分かってしまいます。今は戦闘を避けつつ先へ進みます。ジェンヌさんが仲間になってないぜ。あくまでも同行だぜ。ここも最終的に目指す場所だぜ。今はジェンヌさんの言う通り、妖精の地に向かうのが先決だぜ。今の確認は、売却用のチェックだぜ。
ちなみにこの元となるジェンヌさんも処刑で死刑になったそうで、ある意味トラウマの蒸し返しだな。騎士キャラが持ってる剣、物理、防御が10上昇で、ブレイク系スキルが使えるよ。効果は攻撃、防御ダウンだぜ。ただ他にもいい性能持ちもあるから、どちらかというと、防御面がメインかと。マックスまで強化すれば追加性能で使えると思うよ。ギリギリで先手取れたな。正直今のは焦った。なかなか凍らないから焦ってる。そういや初見時魔法使いだっけか。そうそう、物理と魔法の消費が SP と MP だと思ってて、残量減ってから共通に気づいて MP 枯渇して敗北したらしいですよ。情けない部分を晒すんじゃない。しっかしこの回避万能だぜ。相手の HP もないしこれなら勝てるぜ。さらっとフラグ立てると敗北するセリフ。あ、神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。さらっと流してんじゃねえ。ドミナントの力、こんなはずではない。お前はゴミナントだろうが。まあまあ気を取り直して、討伐したんだからよしとしよう。飛竜の剣が手に入ったぜ。騎士の剣では役不足だからね。ここは聖森、精霊たちが集う森でジェンヌさんがここに一時避難するところだよ。リーフ、ここの妖精たちのリーダーで、土地狂った思考持ちだけど良い子だよ。だ、大丈夫なのぜ。むしろそれぐらいの方が好きですな。そうだった。ウプ主も変態だったな。いやーそれほどでも。褒めてないのぜ。心折れた勇者とか軟弱な。普通は勇者なんてやらないから。ところで今回縛りとかあるのぜ。ディスペル。毒、猛毒、眠り以上の禁止。周回も重ねるたびに似上がる縛りだよ。グダグダになったのでカット。と言っても一旦区切るので終わりにしたいと思います。ご視聴、ありがとうございます。なのだぜ。